高取城。高取城は奈良県高市郡高取町高取にあった日本の城である。別名、高取山城。江戸時代は高取藩の藩庁であった。国の史跡に指定されている。城は高取町から4キロメートルほど南東にある標高5 8 3メートル、飛行3 5 0ルの高取山山城に築かれた山城である。 山頂に白漆喰塗りの天守や矢倉が二十九棟、建て並べられ、城下町より望む姿は、辰巳高鳥雪かと見れば、雪ではござらぬ、土佐の城と謳われた。なお、土佐とは、高鳥の救命である。車の連なった連閣式の山城で、木内の面積は約一万平方メートル、周囲は約三キロメートル。 城郭全域の総面積約6万平方メートル、周囲約30キロメートルに及ぶ。日本国内では最大規模の山城で、備中松山城、岡山県、岩村城、岐阜県と共に、日本三大山城の一つに数えられる。現長年、1615年の一国一条例の最も重要な山城として、破却を免れ、現在に至るまで、 石垣や石類が残されている。南北朝時代、南朝方であった、おち国住が、元行2年、昭郷元年、1332年に築城したのが、始まりと伝えられている。当初は、おち市の本城である海復山城の市場として、機能していた。おち市の支配が長く続き、戦国時代には、高取城が、おち市の本城となっていたようである。天文元年、 1532年6月の飯森城の戦いで圧勝した少女軍一向一騎衆は大和国に侵攻してきた。対立関係にあった幸福寺の僧兵たちはお知恵のいる高取城に庇護を求めてきた。少女軍は高取城を包囲し激戦となったようだが筒井軍に背後を襲われた少女軍は敗走した天文の乱その後、織田信長によって 山和国内の城は、郡山上一城と定められ、高鳥城は、天正八年、1580年に一般は、廃城となった。天正十一年、1583年8月に、筒井純慶の廃家となっていた、落ち玄馬藤頼秀が殺害され、自害とも、落ち氏は滅亡した。筒井純慶は、信長が本老寺の変で応死した後、天正十二年、 1584年に史上網の一つとして本格的城塞へと改めた。天正13年、1585年、筒井氏は伊賀国上野に天保となり、豊臣秀長、豊臣秀吉の伊布天が郡山城に入城し、大和国は秀長の廃下となった。高取城には当初、秀長の重臣。 脇坂やすじが入ったが、後に、同じく重臣の本田敏久に与えられた。天正十七年、1589年、利休は、家臣諸置大前に命じ、新しい縄張りを持って築造した。本丸には、多門矢倉で連結された三重の大商店主、二の丸には、大名屋敷が造営され、城内には、三重矢倉が十七基立ち並んだ。また、閣内には、 侍屋敷も整備され、他には類を見ない、高層な山城が出現した。家臣団は山独の高取市街に城下町を営んだ。利休は天正十九年、1591年に没した、秀永の講子となった秀康に仕えた。文禄四年、1595年、秀でが十七歳で没した後、利休の子と政は、 秀吉の直進となり一万五千石が与えられた。秀吉没後の混乱期に、豊島は、徳川家康に就いた。慶長五年、1600年、家康の上杉影勝討伐の際に、豊島は、討伐軍に加わり、不在であった。この隙に乗じ、石田三成は兵を派遣した香取城を攻めたが、豊島の重帝、正さはこの要害のおかげで西軍を敗退させた。 としは、関ヶ原の戦いの後、東軍についた功を認められ、一万国の数を受け、高取藩二万号戦国の初代藩主となった。としのこの政さは、寛永十四年、前六百三十七年死死なく没し本田氏の支配は終焉した。本田支配絶の後、桑山一元、山戸新城藩主と、小出義近、丹波園部藩主が常磐となったが、 繁栄17年、1640年旗元の植村家政が二万五千国の大名に取り立てられ、新たな城主となった。以後、明治維新最後の城主植村八坪まで、植村氏が14代にわたって、城主となった。幕末には、山城二の丸にあった、藩主御殿は三六に移され、天中組の兵で攻撃を受ける。明治2年、1869年6月、 半世紀宝により、兵部省の管轄となり、明治六年、1873年廃城となった。入札により建造物の大半が、近隣の寺院などに売却された。明治二十年、1887年頃まで天守を、はじめとした、主要建造物は城内に残っていたが人里離れた山頂であるため管理されずに、自然倒壊したとされる。その一方で、明治年、 1873年に建物の払い下げが行われ、7円35,600円とも、で落札されるが一部を取り壊したのみで、明治20年、1887年に黒門の払い下げ、明治24年、1891年頃に、天守以下の建物すべての取り壊しが行われた、ともされる。このうち、二の門は町内にある小島寺の三門に、新御殿。 半主下屋敷の表門は、町内の石川委員の表門に、松の門は1892年、明治25年に、土佐小学校、町立高取小学校の校門として移築された。1944年、昭和19年、小学校で起きた火災により、小学校は全焼。松の門は一部損傷し薄いや、伊勢や、現在の混合力酒造が、 解体保存していたが2004年、平成16年、児童公園の表門として復元した。確認されている、高鳥城の現存構造物はこれらのみである。この他に、下屋敷表門を移築したものではないかと言われている、門が残っていたが門は取り壊され、石碑のになっている。ほとんどの建物は失われたが、以降は、人里離れた山頂にあることが幸いし、 人為的に崩壊することなくほぼ完全な状態を留めている。しかし、樹木が成長し根が張り出したり、維持管理や補修が十分でないことから、石垣の形が崩れたり、崩落の危険がある箇所もある。貴重な城郭資料として、昭和28年、1953年3月31日に、国の史跡に指定された。平成18年、2006年に、 日本百名城に選定された。上村時代は、それぞれ三重の天守と小天守を、はじめ、二十二期の矢倉五基の多門櫓、三十三棟の門、二千九百メートルの土塀三千六百メートルの石垣、九の橋梁、五の堀切りからなる山城であった。高取城は、高取調子によると、金星的な改築は、天正九年。 1581年から始まり、本田ダ・久が朝鮮出兵より帰国した文禄2年、1593年、そして、植村氏が入法した寛永17年、1640年頃には基礎を築いたと指摘している。この上村氏が統治する約200年以上、大きな消失や災害に遭うことなく、部分的な集築がなされていたであろうが、 旧城を保っていたと思われている。また、大和高取城研究によると、当時は、城の石垣を組み直す場合でも、江戸幕府に報告し、許可が必要であったが、高取城に関しては三大将軍家光より、直々に、上村氏は、三河国居城時の松平氏の古参譜代であり、山城にあることから、年々破損も多いと思われるということ。 いちいち根性に及ばずと特別に許されていたようである。現状を維持する分には容易に改修ができたと思われている。本丸部分の大きさは東西に75メートル、南北に60メートル、高さは約8メートルの石垣に囲まれている。南西には33階の商店主があり、大きさは東西12メートル、南北13メートルある。 また東側には二十三階の昭円おやぐらがあり、ここ付近、足や足ら対岸には平やぐらの鉛おやぐらがある。このように本丸は一期の天守と一期の小天守、三期のやぐらが多門やぐらで連結された連立式天守の梁であった。この五期のやぐらで囲まれた本丸部分には本丸大広間という場所に礎石が数箇所あり一棟の 五点があったと考えられている。また、この五点跡周辺には、東西約五メートル南北約三メートルの、くすのがある。高鳥城の井戸は、多数見受けられるがその大半は、雨水や湧水を収水したもので、地下の身をまで到達した井戸は、ほとんどない。天守台の石垣は打ち込みはぎで、宮部は、三下積みで反りのない広報である。天守は、本丸の北西に位置し、 天守台には通路が約3メートルの穴蔵を設けている。このような穴蔵形式を持つ天守台は他では犬山城、福知山城、岐阜城が同じような形式で天守台としては発展期の追記様式と考えられている。天守の大きさは東西に約16メートル、南北に約14メートルの規模で五天守と呼ばれている。外観は 和州高取城山の絵図によると、一重目は、千鳥ハーフ、二重目の中央に、出窓形式、三重目には、軒頭刀ハーフがあり、外壁は、白漆喰層塗り米めであったようで、外観三重、地下一階の天守が推定されている。また、天守台の東側には、付け櫓台が属しており、二重の、具足櫓が立っていたと考えられている。 本丸と二の丸の間には二基の矢倉が立っていた。一つは、太鼓矢倉は南側で二十二階、もう一つは、新ンゴは北側で同じく二十二階、その間を土塀でつなぎ、また太鼓矢倉から、十五軒多門があった。新ンゴ太鼓矢倉、十五軒多門と、ちょうど、L 字がを成している。この建物群の機能としては、ここで天守の防衛を果たし、 前出氏の形式をしていたと考えられている。この石垣が新しく見えるのは、昭和49年に修復されているからである。新小矢倉は太鼓お倉の後ろ側に当たるため、古写真に姿はないが、石垣の構造などから、おそらく同規模の矢倉が建っていたと推定されている。新小矢倉台には、祖先跡が確認されている。二の門から本丸へ行く途中には、 国見倉があった。矢倉は失われているが石垣城から文字通り、奈良盆地を一望することができ、天候が良ければ、大阪市街、六甲山、冷え山までも見通すことができる。二の丸の大きさは東西に、約65メートル南北は、約60メートルで、主な建設物として、二の丸を守る北側中央にある十三県多門と西江門櫓、北西には、 日の見屋蔵、南西に、客人屋蔵、南側中央に、お風呂屋、そして中央に、二の丸御殿が建設されていた。お風呂屋は二階建てで寄棟、寄せ舟、苔ら吹き屋根になっており、石垣沿いに建設され、吉野山方向を望む風流な建物であったと考えられている。二の丸御殿には、玄関、御所院、大広間、湯戸の色、色裏間廊下、接鎮等の間取りがあり、 特に、大広間は、本丸大広間と、同規模で、その大広間の上段には、軍議所と呼ばれる場所があり、その南側には御商院が二室あり、重要な建物であったと推察されている。なお、二の丸御殿の玄関が、高取国民学校に移築されたが、昭和十九年に消失した。二の丸御殿下段の北側には、通路幅約8メートルの外、マス型状の孤高があり、 五条門という門が開かれていた。高取城の大手門に相当し、この内側には平櫓の竹櫓が置かれていた。竹櫓とは、攻めてきた敵の足を滑らせる竹を保管していたと伝承されている。また上段にある太鼓屋櫓の小写真は、この場所から撮影されたものである。高取城跡より、千二百メートル下ると、上村や長屋がある。また、 その南側の丘陵にあるが、下屋敷もしくは、古殿跡と呼ばれていた判定が置かれていた。大きさは、東西約80メートル南北約90メートルで、北側半分は公的な場として活用され、南側半分を私的の場としていた。弁天池やあずまや紫府邸も設けていた。また、門の東側には水堀があったと伝承されているが、その意向は確認できていない。 高鳥城の特徴として、城郭団和会では次の四つを挙げている。また、二の門外の大手筋と岡口門の分岐に、猿石と呼ばれる石像がある。アスカ村から石材として運ばれたもの。平成二十四年、地元自治会と市民団体が三万五千六百七十九個のアルミ缶を使用して、高鳥城天使をモデルにした作品、高さ四点一メートルを作り、 缶の使用数が最も多い像としてギネス世界記録に認定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。